えーどうも、ゆきひろです。今日は、稼いでいるトレーダーの見分け方。本物が億を稼いだと言わない理由はというテーマでお話ししていきます。で、まずは簡単に僕のプロフィールを紹介しておきますと、僕は国内の銀行と、あと香港の金融会社を経て、専業トレーダーになりました。で、2007年からもう10年以上トレードは経験してまして、で僕が書いているトレードのブログは、累計で1000万ページ。 まままれてましてしツイッターーのフォロワさんも万人いますでそんな僕が今日は本物と偽物のトレーダーを見分けたいっていう方に対してその本当に稼いでるトレーダーってどんな人なのかその特徴についてお伝えしていこうかなと思ってますでも,もう結論を言っちゃうとあの本物のトレーダーっていうのは稼いだ金額を誇示しない人なんですよこれは あの生き残りのディーリングっていうすごい有名なトレード本を書いた矢口新さんの言葉です。で、この矢口新さん、まあ野村証券とかソロモンブラザーズとかまあ国内外の有名な大手証券会社で長年ディーラーされてた方なんで、まあある程度信頼のける言葉かなと思います。ちなみにね、この生き残りのディーリング、僕いろいろ読んだトレード本の中でもかなり好きな本で、あの、 なんでトレーダーはこのように必要なのかみたいなすごいもう哲学的なところまで知れる本なのでぜひこれ読んでみてほしいですこれあのこの YouTube の概要欄にリンクを貼っておきますでじゃあなぜその本物のトレーダーというのは稼いだ金額を工事しないのかその解説をしていきますとそもそも稼いだ金額っていうのは そののトレーダーダ腕を表さないんですよねどういうことかっていうとまあ簡単な話扱える金額が大きければ稼げる金額っていうのも当然大きくなるんですよ例えばじゃあ私去年1億円稼ぎましたっていう人がいたとしてまあそれってもう何も知らずに聞いたら単純にああすごいなって思うじゃないですかでもこれって例えばその人がまあ運用会社に勤めててでその会社から100億円の 資産運用任されてたってなっったら、話は全然変わってくるんですよね。かっていうと元で100億円で1億円を稼ぐってなったらまあ年利1%稼げればいいっていう話で,で例えば去年の米国債の10年債利回りが大体2%弱ぐらいなんですよ今ちょっと1%切ってる状況なんですけどだからまあ言えばもうその100億円を全額国債にぶっ込めば まあ年利1は余裕でもあるとつまりどういうことかっていうと稼いだ金額っていうのはそのトレーダーの腕っていうよりもその運用金額の大きさによるところが大きいんですよねでこれを言うとまあ反論としていやいやじゃあなんか10万円を1年で1億円にした手法を紹介しますみたいな広告がねネットでたまに出てくるとこれはすごいですよね だって元手が10万円だったのにそっから1億円稼いだってもう相当な利回りなんでこれはすごいって言えるかと思いきやこれもその本物のトレーダーからしたら評価に値しないんですよなんでかっていうとその10万円を1年で1億円にするってもう相当リスクを負わないとできてこない数字なんですよねでこれってもうトレードっていうよりももうギャンブルかなと い、まあ、わばもう追悼覚悟の入れ場で乗るかそるかの爆打をもう連続して続けるようなもんで,でしかも10万円を1億円にするってかなり恵まれた相場環境っていうのが絶対条件になってくるんですよもうそれこそもう数年前の仮想通貨相場みたいなもう1年でもう何百倍にもなるようなそういう相場環境もあって初めて達成できるような数字なんですよね だから本当にトレードを知ってる人だったらその10万円を1年で1億円にしたぜって聞いた時に、まあ、運がいいなとは思っても、まあ、めっちゃ腕がいいなとは多分考えないんですよ。いうのもそのトレーダーの仕事ってそのお金を、ね、もう何十倍何百倍に増やすことではなくてその資金を減らさずにいかに運用していくかっていうところが大事なのであって。 そんなな無茶なトレードをする人っていうのはむしろ軽蔑の対象になってしまうんですよでちなみにこの矢口さんはその実際に稼いでいるトレーダーの特徴も合わせて紹介しててで実際本物のトレーダーはどんな特徴があるかっていうと失敗談が多いらしいです。っていうのもそのトレードが上手な人っていうのは向上心が強くてで常に自分の技術を高める努力をしていると。 だから、まあ、あの時はこうすればよかったとか、ここのエントリー間違いだったみたいな、そういう話が自然と出てくるみたいですね。なのでまあ、本物見分ける際の参考にしてくださいと。まあ、ちょっと偽物っぽい人は、まあ、稼いだ金額を誇示してくるし、本当に稼いでる人っていうのは、失敗談が多いと。ということで、今日のまとめです。 え本物のトレーダーはまあ1億円稼いだ2億円を稼いだと自慢してくることはありませんなぜなら運用金額によってその億なんて数字はもういわば年利1%で達成することはできるんですよなのでまあ必要以上に稼いだ金額を誇示してくる人っていうのはちょっと詐欺師の可能性があるので注意してくださいっていうことです、えー、今日の動画が 良かったと思う人がいれば、ぜひチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございます。